長田特号19型対ー通ン長田特号から1630年3月27日は、戦国時代後期から江戸時代初期にかけての医師。会の特号などとも呼ばれ、また、十六分先生や異性とも称された。号は、知足祭、衣類室など、諸国をめぐり、安価で医療活動を行ったといわれる、放浪の医者である。 戦国時代中期の1513年、三河大浜で生まれたという。その後、道の区国で仏門に入り、ではで、修験道を学び、また田代三期、玉帝らより、理主医学を治め、品の介入釣り住み、国主であった戦国大名武田信虎、信玄不死二代の寺院となったと言われる。武田信虎の両国追放後は、品の国諏はに住み、 武田家滅亡後は、東海、関東諸国をめぐり、貧しい人々に、無料で薬を与えたり、安価で診療を行ったとされる。伝承によれば彼は、首から薬袋を下げ、牛の背に横になって、諸国をめぐり、どんな治療を行っても、報酬として16分以上の金額を受け取らなかったと伝わり、16分先生とも称された、らしい。本像学にも通じ、 103歳の頃に会における武道栽培法の改良も行ったとする伝説もある。江戸時代に入った後、将軍、徳川秀忠の病を治癒し、その際も報酬を受けずに立ち去ったと言われるなど、その人生は謎と伝説に包まれている。1630年に死亡。去年118で、記録が正確ならば、驚異的な長寿である。晩年は、 現在の長野県岡谷市に居住したと伝えられ、同地に墓碑が存在する。著書に、バイカム人像、特号沖縄19型などがある。ありがとうございます。